ノースウェスタン大学はアメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ郊外にキャンパスを構える1851年創立の名門私立大学。20人のノーベル賞受賞者、40人のピューリツァー賞受賞者等を輩出している。エバンストンにあるメインキャンパスはミシガン湖に面しており、97万平方メートルに及ぶ敷地内にはセーリングハウスと2つのプライベートビーチも有する。 また、シカゴ中心部のダウンタウンにもロースクール、メディカルスクール、大学病院等を抱えるキャンパスを有している。大学基金は2018年時点で約110億ドルと極めて低い。プロフェッショナルスクールの評価も高く、ビジネススクール及びジャーナリズムスクールは例年全米トップ5にランクされる。ロースクール及び教育学大学院は全米トップ10。 メディカルスクール及びエンジニアリング全体は全米トップ20。またコミュニケーションスクールは多くの俳優、映画関係者を輩出することでも知られる。ラクロス部は全米選手権の連覇を達成している競合。ノースウェスタンは1851年にジョン・エバン氏と他8人のシカゴの弁護士やビジネスマンによって設立された。初期のプロジェクトはメッソジスト派の教えのもと、 北西部領土の主な教育機関を作る目的で立ち上げられた。最初の授業は1855年11月5日に行われ、1869年には女性の入学を許可するようになった。1882年に大学として初の大学連合フットボールチームを作り、後にビッグ10ンカンファレンスを設立した。 1870年代から1880年代に、かけ、シカゴ近郊の医学や、法学の高等教育機関との合併を繰り返し、すべてをエヴァンストン校と連携させた。その結果、ノースウェスタンは近代的な研究機関へと発達していった。1917年には、アメリカ大学協会のメンバーとして認められた。ノースウェスタンのエヴァンストンキャンパスには、大学、 大学院が存在している。キャンパスには、ケロック経営大学院もあり、リンカン通りからクラーク通りまで、ミシガン湖に沿って配置されている。キャンパスの北と南では、雰囲気が違うことで知られており、北は、理学、スポーツ、南は、文学、芸術で建物などがまとめられている。エヴァンストン市内に走っている電車は、ノースウェスタンのスクールカラーにちなんで、 パープルラインと呼ばれている。エヴァンストンキャンパスのパノラマ写真キャンパス名通り、シカゴキャンパスは、シカゴ市内のストラッタービルエリアにあり、大学の医学部や系列病院などが存在する。また、法学部やパートタイムの MBA プログラムなども行っている。シカゴキャンパスに立つメディカルスクールの建物、全米の大学で最初の高層校舎である。2008年の秋に、 カタールの首都ドーハに新たなキャンパスをカーネギーメロン大学、コーネル大学、ジョージタウン大学、テキサス A&M 大学、バージニアコモンウェルス大学と共同でオープンした。大学、大学院ともにノースウェスタン取締役委員会にて管理されている。2011年の時点で70人で構成されており、1969年度の卒業生である銀行家、 ウィリアム・オスボーンが委員長を務めている。現在に至るまで、ノースウェスタンには16人の会長が存在し、2009年からは、経済学者であるモートン・シャピロがその座に就任している。ノースウェスタンは12の専門学部があり、それぞれ校舎が分かれている。各学部内の委員会により選出された、学部長と多数の教職員が在籍している。 エヴァンストンキャンパスシカゴキャンパスノースウエスタンは全部で124の大学生向けプログラム、145の大学院生向けのプログラムを提供している。フルタイムの学生は10週間を1クオーター、9月下旬から6月上旬の3クオーターを1年とし、通常1クオーターに4つのコースを取り、1年間に12単位を取得する仕組みとなっている。 卒業するためには少なくとも12クォーターを大学で過ごさなければならない。早期卒業を志願する場合や単位を落としてしまった場合は夏休みを返上してもう一クォーターを取ることができる。大学ではトップの3%の成績を持つ生徒にはスンマカムラウデイ、次の5%にはマグナカムラウデイ、そして次にの8%にはカムラウデイの名誉称号が与えられる。 ありがとうございます。